皆さんこんにちは、リコです。緊急支援給付金5万円の公式情報として、本編では内閣府の情報をもとに分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。内閣府のホームページに掲載されている情報となります。まず支給対象者について、1つ目、令和4年度分市町村民税均等割が非課税である世帯、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分市町村民税均等割が課せられていない世帯、または市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されている世帯。2つ目、令和4年1月以降の家計急変世帯。先ほどお伝えした市町村民税均等割が非課税である世帯に該当するもの以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。注意点として、1つ目、対象者住民税非課税世帯および家計急変世帯に関わらず、市町村民税均等割が課税されているものの扶養親族等のみで構成される世帯は所得要件を満たさないものとするとの記載があります。例えば課税世帯の親に扶養されている離れて暮らす学生の息子さんは対象外、離れて暮らす課税世帯の息子さんに扶養されている非課税世帯の親御さんも対象外です。こちらの場合は、親御さんが非課税であっても、息子さんが扶養しているのであれば対象外となってしまいます。覚えておきましょう。注意点2つ目。生活保護世帯は対象者1つ目、住民税均等割が非課税世帯に含まれるということです。なお、本給付金は収入認定とはならないとの記載がありました。支給がされる地域について見ていきましょう。1つ目。住民税非課税世帯については、基準日令和4年9月30日における住民基本台帳に記録されている市町村からの支給。2つ目、家計急変世帯については、申請時点における住所地市町村からの支給です。また、DV 等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の移住地に住民票を移していない場合には、独立した世帯とみなして所得要件を満たす場合には、移住地市町村、施設所在市町村等における給付対象になるということ。ホームレス等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについては、基準日の翌日以降、移住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該移住市町村において申請、給付対象とするということです。2つ目の支給対象者、家計急変世帯の判定基準については、令和4年度分住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの年収見込み額が市町村民税均等割が非課税相当水準以下であること、こちらが条件となってきます。こちらのサムネイルの動画にて具体例も踏まえて詳しく解説しておりますので、そちらをご覧いただけたらと思います。概要欄に動画の URL を掲載しておきます。また注意点として、よくご質問でもいただく内容ではありますが、世帯分離については、令和4年10月1日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなし、同一住所に住民登録をされている一方の世帯が給付金を受給した場合には、もう一方への世帯への支給は認めないということです。例えば、令和4年9月30日以前に世帯分離をしていて、どちらの世帯も非課税世帯の場合には、どちらの世帯も給付金を受け取ることができます。ですが、令和4年10月1日以降に世帯分離をした場合ですと、どちらの世帯も非課税世帯ではあっても、同一世帯とみなされ、一方しか給付金が受け取れないということです。気になる支給日について、国が定めた給付金なんですが、実施主体は自治体ですので、自治体により支給日は異なります。
国としては本給付金については物価高騰対策の趣旨を踏まえ可能な限り早期に支給されることが望ましいとした上で、市町村への確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は令和5年1月31日を基本とするとしています。すでに確認書が発送されている前橋市の情報を見てみると、住民税非課税世帯の確認書の提出期限は令和5年1月31日、家計急変世帯の申請期限は令和4年11月1日から令和5年1月31日までとしています。前橋市は先ほどお伝えした国が提示した通りの期日になりますが、場合によっては令和5年2月1日以降を提出期限とすることもできるとの記載もありましたので、お住まいの自治体を確認していきましょう。ここまで非課税世帯5万円給付金の内閣府公式情報をお伝えしてまいりました。続々と各自治体にて情報が掲載されているようで、確認書の送付日、支給日がとても気になりますよね。支給日はお住まいの自治体からになりますので、ホームページや広報、コールセンター等で情報を確認するしかないと思いますので、気になる方は自治体の動向を確認していきましょう。自治体によっては、今回お伝えした支給対象者よりも拡大して支給する地域や上乗せする地域もあります。すでに札幌市は上乗せ給付、弘前市は支給対象者拡大していますよね。自治体ガチャと言われている通り、現在もそのような状況にはなっているんですが、多くの自治体で手厚い支援、そしてスムーズな支給になることを願っています。また最新情報が分かり次第お伝えしてまいります。皆さんいつも高評価コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。